はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もねやっていきたいと思うんですけども、その前に一つお知らせの方をさせてください。非常にこれまたね面白いお話が来ましてですね、じゃじゃん、こちらになります。さあゴロリンラジオ公開収録ということで、3月26日土曜日17時からですね、囲碁のラジオというのをね、まあ、小山空也先生が基本的なね MC となってやってるラジオ番組があるんですけども、それの番組が拡大版ということで、今回横浜囲碁サロンで公開収録の方させていただきますということで、まあ、当日はですね、まあ、平田プロ、諸有沙プロ、そして大久保さんね、この方はどっかで見たことあるな。あ、これね囲碁 YouTuber の方だ。囲碁 YouTuber の囲碁を教える人さんですね。まあ野月ね九段で打ってるね、この方もすごい強い人ですけども、さあこのお三方を中心にですね、いろいろな楽しいお話、囲碁の話題の話を聞けたりですね、で終わった後にはみんなで交流会でね、まあ連合打ったりなんかそう楽しくねやれたらななんていうふうにも思っておりますんで、とりあえずこの3月26日5時からね横浜囲碁サロンにお集まりいただける方はぜひともよろしくお願いいたします。またねラジオでの放送日なんとかね、聞き方なんかはね後日改めて詳細の方お話できたらと思います。ひとまずご案内でした。はい、ということで今回はこちらの問題やっていきましょう。さあ解けましたでしょうか。これねこの白をねちょちょんと挟みつけてきましたね。これすごい強い人が打ったと思ってください。ゴリゴリのもう筋肉ムキムキのね強そうな人がここね挟みつけを打ってきました。さあこの時にあなたならどうするというところで黒番です。問題の方答え見ていきましょう。またゆっくり考えたい方は動画を止めて考えてみてください。さあここで黒で、まあやっぱり強そうな人が打ってくるからな、なあこういう手あるんだろうなということで、こちらからね打ってしまいそうになりますけども、これは渡られて伸びられて地の中に入られてしまって失敗ということになります。やはり強そうな人がこういう手を打ってくるとね、ついつい反発することを忘れて受けてしまいがちですけども、この場合はしっかりと相手が打ってきた手がね、怪しいなということで分断する手が正解ということになります。ただしこれもちろんね切られた時にしっかりと読み切れていますかというのが大事になりますね。さあ切ってきました。さあここでどうするか。ここで切ってで逃げた、そこで1目をこれね2目取られちゃうからって当ててしまうと、これはですね、まあ、このように当たりされても2目取られてしまいますから、これは結果的に地の中入られてね白地もできてしまいますから黒が失敗ということになるんですね。じゃあ逃げられた時にどうしようかなと、こっち当てて逃げて、でこの1目逃げるとやっぱり2目取られちゃうなということで、やっぱり分断できないじゃないかとちょっと思ってしまいそうなんです。切られてねやっぱ困っちゃうなと思ってしまいそうなんですけども、手筋がありますね。当てて当てて逃げた時にここで当たりだからといってすぐ逃げる手だけを読んでしまうわけではなくて、ここでさらに当てていくんですね。そうです、これで取られるんですけども、当てて逃げて、まあこれはどっちから当ててもいいでしょう。ぐるぐると回して当てて当ててドカーンと取ることができます。はい、ということでこれはですね、まず下がる手をしっかりとね、こういうとこ挟みつけられたら、特にね筋肉ムキムキの強そうな人に挟みつけられたらついつい受けることから考えてしまいそうになるあなた、これねやっぱり基本的には反発する手から考えましょう。そして反発した後のこれ読みね、よく挟みつけ実践で出てきますから、この後ね、まあ、こういった周りに石があると意外とぐるぐるでなんとかなったりとかね、大丈夫なケースも意外とあるぞということで、今回ねこのような筋実践に出てきますよということで覚えていただけたらと思います。はい、ということでじゃあ今回は以上にいたします。さあ横浜囲碁サロン初のラジオ番組公開収録ということでねやっていきますので、よろしくお願いいたします。まあ、囲碁ラジオっていいですよね。私もねトライしてみたいなと何度も思ったことあるんですけどもね、一人で話をしていてね面白い自信がないのでね、誰か一緒にやってくれるよなんて方がいたらね、私もね囲碁ラジオトライしてみたいと思っております。はい、ということでじゃあ今日はここまでにしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ねいろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。